に大したもんだな。はい、続きやっていきましょう。待った、広告が流れ出した。どっから流れ出したこれ。これだな。オッケー。失礼。さあ、AF、おーい、邪魔をするなぁ。もう、いらん敵が入ってきた。ちょっとサクッと倒すわ。ちょっと待ってね。もう触れるだけで勝てるじゃん、こんなの。もう。はいはいはい、次行きましょう。これこれ。グラビトンコアアルファ。これでいいんだよね。これをあと4つ探すんだよ。アルファとかベータとかね。あー、この人か。あんたたち、どっかで医療キットを見なかった？ノラハウスに置いといたはずなんだけど、見つからないんだよね。昨日の騒ぎの時、誰かが持ち出したみたいでさ。まだ魔物もうろついてるし、誰か大怪我でもしたら困るんだよ。見つけたら届け。助かるよ。業者に。はーい。お、これじゃね？おー、あった。やった。これでいいんだ。じゃあ戻ろ。よいしょ。これでフラグメント回収かな？チョコボか。これはいけないんだ。よっ。4つあるらしくて、多分グラビトンコアで合わせて4つ目がこの医療キットかなと思うんだよね。多分これで終わりだと思うんだけど、このステージは。こういう回収もやってかなきゃいけないんだよね。やり込みながらやるってなるとね。多分通常のストーリーはもうそろそろ終わるんじゃないかな。このグラビトンコア集めが終われば多分終わりかも。コクン、結構俺って珍しい。セラたちも看護の心得がある。ハートプリズム。はい、ビルジの AF005 念に来てます。はい、で、あれを取りたいんだ。これいいのかな、こんなんで。これでいいのか。おりゃおりゃ、飛んで。お、取った。よしよし、いい子いい子。よし、これで、行けてなかったエリア、ここだね、左上に行けるようになる。らしい。よし。よく頑張った。あとなんか、ここにもいるっぽい。なんか依頼があるらしい。この人かな？世の中には。違う。じゃあこの人か。研究を続けるべきか、やめるべきか。アカデミー全体で協議すべきですね。違うらしい。トークって出ないもんね。じゃあこの人。野生のプリンはワイルドな味よ。あ、違う。あれあれ、なんか進んでないところあるね。あ、こんな道あったっけ。オッケーオッケー。マップ到達度はね、大事だからね。もう、ん？モビじゃないか。これ多分チョコボだといけるんだな。そう、チョコボで思い出した。ギサール買えたわ。普通に売ってた。店に売ってた。ただちょっと高いんだよな。300かなんか。あ、結構キルあんじゃん。じゃあ大丈夫だ。とりあえず銃買っといたんだけど、買えるってのはありがてえ。じゃあキャンプ裏口の鍵を使って先に進みましょう。多分ゲートがあるんだと思うな。あとね、ここにもグラビトンコアがあるんだけど、見つかってない、まだ。多分なんかしないと出てきてくれないんだろう。ポーダムは普通にあったんだけどね。やったわ。この先に何があるんだろうか。とりあえずマップ、あ、マップ開け、あ、開けた。到達度は多分 100% になると、あ、なんねえか。あの右、あと上は多分ね、別の時代で、マップを、マッピングするんだと思うんだ。多分そういうことなんだと思う。多分ちょっと強い敵なんだろうね、そして。
軍用コミュニケーター、軍用コミュニケーター、無線かな？無線、あ、あったね。使えるのかな？オーパーツ持ってるんだろうか。とりあえずマッピングですな。これ戦わなくて済みそう。オッケー。ユニコーンの角？なんだこれ。素材か？とても危険なものだよ、ユニコーンの角って。結構いろんなもので出てくるけど。すごい貴重な素材でさ、その聖なる聖獣ですよ。ユニコーンを倒すっていうこと自体が悪魔のような行為みたいな感じに言われてて、ね、角を得るなんて、とんでもねえお話だと思うんだけど。これは戦闘しないとダメかな。ちょっと無理だな。バタフライワルツ、なんだ武器かだな。攻撃すると ATB が回復するのか。現在いくつ？まあ5ぐらい下がってするなら ATB の方が大事な気するけど。お、先に進めるね。じゃあ行っちゃうか。おそらくだけどこのビルジ遺跡のアフターザフォール、ちょっと先に進んだ世界だろう。ほら、危機は突如。だからきっとここでやらなきゃいけないフラグメント回収もある。またまたパラドックス発生クポ。魔物がじゃんじゃか増えまくって、軍隊だけでは手が回らないクポ。じゃんじゃか、かわいい。そこで政府は市民に協力を求めたクポ。というわけでモグたちも平和を守るために強い心で魔物と戦うクポ。プププ事件を解決したら政府から報奨がもらえるクポ。がっつりがっぽり稼ぐクポ。クポ報奨？賞金が出るってことか。でも金なんか稼いで何に使うんだ。そんなの稼いでから考えるクポ。まずは稼ぐことが大事クポ。私たちの他にも賞金目当ての人たちがたくさんいるみたいだね。なんかモーグリと友達になれそう。でも真っ白じゃないですか、セラさんたち。大丈夫？ここら辺は、もうてか雪半端ねえな。チョコボも赤いし、なんか。こんだけ魔物が増えちまうと、あっしの調べだ。魔物見つかれば。魔物データ記録装置を見つけるの。了解。おーい。これ乗っちゃった方が早いですね。乗りましょう。暴れん坊チョコボ。あ、突然変異種なんだ。あー、そういうことか。10じゃ足りないんだったらいいや。頑張って歩いていくよ。寒そうだな、にしてもセラたちが。ちょっとかわいそうになってきた。まだこっちのがあったかいだろう。あんま変わんないか。適当にこっちまで来たけどいいのかな。とりあえず左上行くか。だいたい端っこにあるんだよね、こういうのは。マップの端っこなんですよ。左上行って右上行ってなかったら下戻ってたな。どうした？ある！なんか浮いてる。お、早くも。
ほんとだ、暴れん坊だ。超ロックな感じになってますね。あー、はえそんなすぐなくなっちゃうのか。7。また野菜買わなきゃ。6。でも早いね、やっぱね。残念、だいぶ野菜がなくなってしまいましたが、とりあえず一つ完了。これで魔物もだいぶ少なくなるんじゃないかな。プラチナリングいらない。まあでも敵は出るんだろう。さあ次は何をしようか。昔は正規部によ、ここじゃ中佐。中佐。昔は正規、ここじゃ中。なんかフラグメントないかな。なさそう。そうすると今度は、そっか、なんか内部あったよね。内部の方行ってみようか。この先。ここら辺は発生しないのかな。いやー、発生した。なんか、チョコボ。青いチョコボ。シェルかかって、プロテスかかってても、あんなに硬くはならないと思うんだけどな。いやー、てか、落ちない。簡単にドロップはしないのか。仲間にしたいと思って戦闘してみたんだが、結構ゴリゴリ戦わないとダメかもしれないね。うわ。これ強そう。相当強いというか、多分ノーマルモードだと相当時間かかる敵。あのな、いちいち人間が魔物の相手しなくてもいいんだよ。興味深い話。とっときの方法がある。今その道に中佐ってあだ名の傭兵を見かけたら、お忘れるな。完璧だな。これだ。ああ、威勢よく遺跡ごと吹っ飛ばす。残念だが。バッカーの希望、あとな、遺跡詳細はレポートに記してある。おい旦那方、その説はお世話になりやした。いえいえ、あ、もう野菜がないから無理だ。もっと買っとけよかった。チョコリーナさんいたら買おうね。おい、移動中寒そうだもん、セラがかわいそうになってきた。なんかとりあえずこれでフラグメント2つクリアでしょ。あとは、おっと、何をすればいいんだろうな、ここは。とりあえず行ってないところ全部回ってからかな。中佐のレポート。やはり遺跡ごと爆発。いいや、中佐の報告に遺跡は過去に何度となく爆破された痕跡があるらしい。あ、そうなの。戦闘の後じゃない。こんな話は初耳だ。首を突っ込まない方が賢明。ミスリルリング、アカデミーってことはホープ君たちの組織ってことだよね。やっぱなんかあったんだな。ヨーヨー傭兵さん、この人は何も用なしか。おっと、どうした。あ、これ人。魔物の調査をしてるんだがよ、もしやったら相棒。ああ、さっきのあの人じゃね。ほら、コメント3つだよ。超順調。ギルが欲しけ。なんだ、笑えねえ冗談。まあいいだろう、俺についてこれたら。のぞ、さあゲームかい。え、
ああ、そういうこと。レンコンに伝言しといて。こじゃれたダジャレ。待望の相棒だね。三角か×じゃない。ママが二人でハハハハ、なんつってな、ハハハハ。おう、まだやんなきゃいけないの。めんどくせえだこれ。あいにくあいにくくて、ビル地にビルが立つって、あいにくあいにくくて言いづらい。まだやんのか。イルカはどこにいるか。略してダブルキング。尊敬け、伝言はあいつに伝えた。意味がわからねえって顔をあんたらがあった。じゃあね。なるほど。ああ、危ねえ。セラがダジャレ言うんだったらなんか許されそうな気はするけど。セラなら許されそうな気がする。模様だな。今日もやっぱりちゃんといたぜ。はい、帰ってきましたよーと。相棒の伝言メモ、時空を超えたミスになる。もう気だ。俺はこの時代に生きてる人間だ。次にあいつに会ったら、じゃな。イリジウムリング。ワイルドオーパーツ、やったわ。